どうも、サバカンです。ということで、今朝入ってきたニュースなんですが、デイリースポーツ、マルテ残留へ、阪神愛で決断、V 奪回へ朗報、サンズ・エドワーズは退団濃厚、新助っ人獲得予定。そして、サンキースポーツ、阪神の絶対的守護神、スワレス、自由契約濃厚とね、まあ、いくつかいいニュースと悪いニュースがあるんですが、こちらについて今回ね、詳しく話していきたいと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。ということで、早速、行ってみましょう。ではまず、マルテ選手残留のニュースから見ていきましょう。デイリースポーツによると、阪神のジェフリー・マルテ内野手が来季も阪神でプレーする意思を固めたことが25日明らかになった。近日中に正式に契約を交わすとみられる。来日3年目の今季は自己最多128試合に出場し、キャリアハイとなる22本塁打をマーク。ソフトバンクなどが獲得に興味を示す中で、早々と阪神残留を決断したということで、まあ2週間前にはね、ソフトバンクがマルテ選手を狙っているというニュースもありまして、そして今シーズンのね、後半戦が始まった頃、俺は準備できているというね、ストーリー、まあ、匂わせストーリーも話題になりましたし、まあ、その後、マルテ選手本人ではないんですけども、マルテ選手のね、代理人がトレードを要求していたり、まあ、いろいろとね、不安要素があったんですけども、他球団とはね、交渉もせず、阪神残留を早々に選んでくれたマルテ選手。今シーズンは128試合、446打数、115安打、22本塁打、71打点、打率2割5分8厘、出塁率が3割6分7厘、長打率が4割5分1厘、OPS が818ということで、まあ、今年はね、来日して最多の128試合に出場しまして、まあ、前半戦はね、主に3番、終盤は4番としてね、チームに貢献してくれました。ホームラン22本はキャリアハイでチーム2位、打点71、OPS818 はチームトップの成績ということでね、もう本当にね、チームに欠かせない存在ですよね。契約としては、マルテ選手サイドが複数年契約を要求したらしいんですけども、まあ、結局ね、単年契約になったそうで、今年はね、128試合に出場したんですけども、まあ、去年はね、度重なる怪我で29試合しか出場してないですから、まあ、やっぱり球団はマルテ選手が怪我しやすい体質やったということも考えて、まあ、なかなかね複数年契約までは踏み切れなかったのかなと思ってます。阪神は全体的にこう早打ちの選手が多い中、貴重な耐久型といいますか、こうボールを待って見極めて出塁したり、あとは一発もあってね、ラパンパラとかでチームのムードも上げてくれるという非常に貴重な選手ですから、絶対に来年優勝に必要なピースの一つ、残留が決まって本当にね良かったなと思います。マルテ選手は阪神でプレーできるだけでハッピーだ、優勝という目標が達成できるまでこれからも全力でチームのみんなとファンの皆さんと一緒に頑張っていきたいと語っていたそうです。怪我だけはせず来年もねいっぱいラパンパラしてほしいなと思います。といういいニュースもあるんですけども、残念ながら阪神を退団してしまうというニュースが入ったのがエドワーズ選手とサンズ選手ですね。エドワーズ選手に関しては2週間前にもね退団濃厚と言われてたんですけども、サンズ選手はね退団濃厚というところもあったんですけども、まあ少しね流動的だとかね、まあ、濁しているスポーツ紙もあるという状況でした。ですが今日改めてデイリースポーツから記事が出ていまして、サンズエドワーズは退団となる方向で、その分は新外国人獲得で補う予定となっていると書かれていました。まあサンズ選手退団のね理由としては、まあ前回の動画でも同じ内容を話したんですけども、まあおそらく2年連続の後半戦での失速と年齢的な部分ですよね。サンズ選手は今シーズン2割4分8厘101安打20本塁打65打点 OPS が779だったんですけども、前半戦が打率2割7分3厘78安打17本塁打50打点 OPS が510で、後半戦が打率1割8分9厘23安打3本塁打15打点 OPS が311とね、まあ、これだけね後半戦調子を落としてますし、韓国時代からね後半戦は調子を落としているという話も聞くんで、まあ来シーズンもねなかなか計算しづらいのかなと思いますし、まあ、年齢がね来シーズンは35歳になるので、まあ、併用だったりねいろいろと配慮しながら使っていかないといけないですし、まあ、今まで以上にね、まあ、さっき言った後半戦での失速、まあ、守備走塁とかの部分も考えると、やっぱりね残念ながら退団になってしまうのかなと考えられますよね。で、まあ、サンズ選手とエドワーズ選手の退団もあるんですけども、この記事にもう一つ書かれているのが、先発として9勝を挙げたガンキルもマルテと同じく残留交渉を進めているということでね、ガンキル選手も以前と状況は変わらずまだ交渉を続けているということが分かりました。まあ、ガンキル選手もね9勝を挙げてますし、まあ、絶対にね欠かせないピースだと思うんで残留してほしいなと思います。でやはり気になるのがスワレス選手の情報ですよね。サンケイスポーツによると、2年連続でセリーグの最多セーブに輝いた阪神のロベルト・スワレス投手が11月30日に提出期限となる保留者名簿から外れることが濃厚となった。記載されなかった選手は自由契約となり他球団との交渉が可能となると書かれていまして、まあスワレス選手は自由契約濃厚だと書かれていました。まあ11月30日までにね契約が決まらなければこう保留者名簿から外れて自由契約になるんですけども、まあ、これはね自由契約イコール退団というわけ
わけではなく、まあ、ソアレス選手はね去年も1回自由契約になりまして、12月24日クリスマスイブにね阪神と再契約しましたし、ドリス選手もね2018年のシーズンオフに一旦自由契約になったんですけども、2019年残留してくれたっていうのがあるんで、まあ正直まだわからないんですけども、前回の動画でも言った9月18日の甲子園中日戦ではカブス、レンジャーズ、ブルージェイズ、ツインズとメジャーリーグ4球団のスカウトが視察に来たり、まあ、絶対ね去年よりもソアレス選手評価高いと思いますし、阪神もね交渉難しくなると思います。あとはねやっぱお金の面だけじゃなく、メジャーリーグのねこう夢というものもありますし、もし阪神を退団してもそれはねソアレス選手の考えを尊重したいなと思います。まあしかし今シーズンは62試合に登板して防御率が 1.16、 2年連続の最多セーブである42セーブというねこう圧倒的な成績を残してるんで、まあ退団するとなれば大きな痛手なのかなと思いますよね。矢野監督もねソアレス選手が帰国する際に、最後ソアちゃんがいてくれるのはすごい安心感、いてもらわないと困る、別れ際の気持ちとしてはしっかり伝えたつもりなんで、ソアちゃん頼むぞ、俺らの気持ちはこうだからなというのは伝えたとね、もう本当に全力で気持ちを伝えた。でスアレス選手も前を向いて1位になるために来年もやっていくしかない。タイガースファンの皆さん、これからも私のこともチームのことも応援よろしくお願いします。これからチーム全員 100% で頑張りますとコメントしていました。まあさっきもねメジャーも夢ですし、それはねスアレス選手の考え尊重しますが、まあやっぱり阪神ファンとしてはね本当に本当に残ってほしい選手ですよね。なんとかねこっから来年ぐらいまでにいい報告が出ることを期待してます。ということで現状の阪神の外国人選手の情報をまとめると、サンズ選手、エドワーズ選手が退団濃厚、ロハス選手、チェン選手、アルカンタラ選手は2年契約のため残留、プラスマルテ選手が残留、スアレス選手、そしてガンキル選手は残留交渉中ということになっております。まあ来シーズンもね阪神は外国人選手8人制ということは決まってますんで、まあガンキル選手とスアレス選手がどうなったとしてもあと2人はね取るかと思います。なんでまあ前回お伝えしたウィルカーソン選手だったり、あとは全くね話が出てないんですけども、サンズ選手が抜けた分野手もね獲得してくるのかなと考えております。2019年のボーア選手が12月14日にね契約発表されてますし、去年のねロハス選手が12月の25日に獲得発表されてるので、やっぱり今年もね大きな動きがあるとしたら12月中旬とか下旬頃かなと思っております。まあ、ウィンターミーティングというねメジャーリーグとまあマイナーリーグの関係者が集まって、このリーグの運営とかね各選手の去就などを話すイベントがあるんですけども、それが毎年ね12月の上旬頃に行われるので、まあ本当に今年もそれが終わってからかなと思っております。また何かね最新情報が入れば動画も出したいなと思うんで、特にね阪神ファンの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。普段ね阪神についての動画生配信やっております。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。